皆さんこんにちは、フリベイです。今回は古い電子ピアノ、あるいはエントリーモデルの電子ピアノとパソコンをつないで、パソコンで使える無料のピアノ音源を使って電子ピアノの音質をアップグレードしていきたいと思います。基本的には MIDI あるいは USB 端子がついた電子ピアノと最近のパソコンさえあれば、もう20年とかもっと前の電子ピアノでも接続できますし、今使っている電子ピアノが古いほど安物なほど劇的に音質をアップグレードしていただけるんじゃないかと思います。電子ピアノ関連の動画作るのすごく楽しいんですけれども、なんか作ってるうちに楽しくなっていつまでも弾いちゃって全然動画が完成しないっていう、これが最近の悩みです。でもやっぱりそれだけ弾き続けちゃうっていうのは、これは音がいいからであって、やっぱり上達の近道の一つが音質だっていうのは、これは真理だと思います。アコースティックピアノ屋さんが本当に上達したいんだったら生ピアノ、アコースティックピアノ買った方がいいんですよっておすすめしてくるっていうのは、やっぱりある側面ではアコースティックピアノの音質に電子ピアノはかなわないっていうのはあるので、いい音だからこそ練習が続く、上達するっていうのはあると思います。とはいえ、やっぱり環境の制約で電子ピアノしか置けないっていう人もいて、あるいは電子ピアノならではの魅力の方に惹かれる私みたいな人間もいて、その中でできるだけいい音質をっていう話になるわけですけれども、以前の動画でエントリーモデルの電子ピアノとパソコンを接続して大容量のピアノ音源を導入する、これでめちゃめちゃ安く、少なくともエントリーモデルと比べると圧倒的に音のいいピアノ環境を構築する方法をご紹介しました。あと10年20年前の安い電子ピアノと最新の高級電子ピアノ、あるいは大容量のピアノ音源との間には天と地ほどの音質差があるんだということを目に見える形で検証した動画も公開してきたわけですけれども、実はパソコンで使えるギガバイトクラスの大容量ピアノ音源の中には無料で配布されているようなもの、ダウンロードして今すぐ使えるようなものもいくつかあって、これがまあさすがに最高級電子ピアノとか有料のピアノ音源にはかなわないまでも、最新の電子ピアノでもエントリーモデルに入っているような音源と比べると結構音質良かったりもするんですよね。というわけで今回は主に古い電子ピアノやエントリーモデルの電子ピアノを持っている方を対象に、そういう無料で大容量のピアノ音源を使ってほとんどお金をかけずに電子ピアノの音質をアップグレードする方法をご紹介していきたいと思います。まあ、いつも申し上げている通り、私はピアノは趣味というか遊びの領域を出ないわけですけれども、過去に結構長い間音声信号処理を専門に仕事してきたことが、研究してきたことがありますので、そういうどちらかというと電子楽器を作る側の視点で皆さんのお役に立てる情報をお話しできるんじゃないかと思ってます。まずは何はともあれ電子ピアノとパソコンをつなぎましょう。もうこれはパソコンで音楽やってらっしゃる方だったら何の説明もいらないところだとは思いますけれども、まずは以前の動画でもご紹介したように、 USB のついた電子ピアノだったら USB で、 MIDI 端子のついた電子ピアノだったら USB MIDI インターフェースっていうのが Amazon で1500円ぐらいで売ってますので、それを買って接続する。で、これもまた以前に紹介した KQOK by Band Labo っていう無料の DAW ソフトをインストールする。で、起動したらこのソフトに入っている TTS-1 っていう音源を立ち上げると、これでひとまず電子ピアノの鍵盤を押したらパソコンから音が出る環境が作れるわけですよね。で、鍵盤を弾いてから音が出るまでの遅延が気になるっていう方は、6000円ぐらいのアジオ対応の USB オーディオインターフェースっていうのを導入すると、遅延もほとんど気にならない、1ミリセック以下まで短くすることができます。まあ、このあたりはもう一回話すと繰り返しになっちゃいますので、もし詳しく知りたいっていう方いらっしゃったら以前の動画も合わせてご覧いただければと思います。で、あとはこの KQOK で使える無料の大容量ピアノ音源をパソコンにインストールしていきます。これには無料のものも本当にたくさんあって、例えば無料ピアノ、そして VST あるいはサウンドフォントみたいなキーワードで検索すると山ほど出てきます。この辺詳しくない方は検索してもいっぱい出てきてわけわかんなくなっちゃうかもしれないですね。 VST とかサウンドフォントみたいな単語すらそれ何って方もいらっしゃると思う。ここでの VST っていうのは、正確には VSTi ですけれども、バーチャルスタジオテクノロジーインストルメントかな。この鍵盤を押してこの音をこれぐらいの強さで出せっていう信号をコンピューターが受け取ったら、それに従って楽器の音を作
作るソフト、まあ、電子楽器をコンピューター上で実現したものですね。まあ、ケーキウォークにデフォルトで入っている TTS-1 っていうのも、これは正確には VST じゃなくて DXi なんですけれども、まあ、DXi っていうのも VST と同じようなものです。まあ、規格が違うだけで同じコンピューター上の楽器です。で、サウンドフォントっていうのは、フォントってありますよね。まあ、同じ文字でもフォントを変えるといろんな文字の見た目に変えることができる。これの楽器版です。同じ演奏情報でもサウンドフォントを変えるとピアノの音になったりギターの音になったりする。で、このサウンドフォントが無料のものが結構インターネット上からダウンロードできます。で、このサウンドフォントを使うときはサウンドフォントを使うための VST っていうのをケーキウォーク上に読み込んで、さらにその VST にサウンドフォントを読み込ませるということをします。まあ、この辺普段から音楽系のソフト使ってる方にとってはもうブラウザ開けばインターネットが見えるぐらい当たり前のことなんですけれども、まあ、このあたり馴染みがない方にはやっぱりちょっと複雑に見えちゃうかもしれません。でもまあそこを乗り越えると電子ピアノがタダで、まあ、少なくともソフトの部分とか音質的にはタダで超高音質になる。まあ、ちょっと調べればそんな難しいことではないんですけれども、まあ、全部今節丁寧に説明してるととても一本の動画に収まりきらなくなるということで、まあ、分からないことあったらコメント欄に書き込んでいただければお答えできるかと思います。で、今回とにかく無料で超高音質にしたいわけですので、大容量のものをVST サウンドフォントを手当たり次第に試しました。で、まあ以前ご紹介した大容量のピアノ音源、Ivory 2みたいな、まあ有料の音源ですね。あれって 49GB の容量があったわけですけれども、そこまでの容量のものはなかったですけれども、まあ 1GB クラス、大きいものだとフラッグ圧縮された状態で 5GB くらいのもの。まあこういう音って結構圧縮機能で、非圧縮状態にすると 10GB 以上になるようなものがありました。まあですから録音のアナログな部分の品質はともかく容量的にはこれ以上は望むべくもないっていうぐらい大容量のものが無料であるわけですよ。で、いろいろインストールして試してみて、最終的にこれだったら使えるかなっていうので残したのが3つあります。で、1つ目が IB Audio のピアノイン162っていうサウンドフォント。これが1つのピアノの音だけでフラッグで圧縮された状態で 4.6GB で、次 M サウンドファクトリープレイヤーっていう VST 上で動くモナスタリーグランドっていうピアノの音、これが 3.7GB くらいで、3つ目サウンドフォント 4U っていうところが配布してるエッセンシャルキーズっていういろんな鍵盤音源が入ったサウンドフォント、これ全部合わせて約 1GB。 まあこの辺全部動画の説明欄に載せておきたいと思います。他にも無料ピアノ VST とかで検索して出てくる容量小さめのピアノ音源もいろいろ入れてみたんですけれども、それはさすがにすごく古いものも多くって音の強弱2段階しかなかったり、そもそも強弱がなかったりして、この私が使ってるエントリーモデルの電子ピアノコログ D1 のピアノ音源の方がまだマシみたいなものがほとんどでした。でもさっきの大容量のピアノ音源だと、まあ、10年20年前の電子ピアノとか最新のエントリーモデルの電子ピアノの音は超えるものも出てきます。まあもちろん以前の動画でもお話した通り、音質って一言で言ってもいろんな側面がありますので、その中の一側面で超えてくるっていう話ですし、まあ、もちろん2020年ぐらいまでのモデルの話で、今後はもっと音質がいいエントリーモデルの電子ピアノいっぱい出てくると思いますけれども、はい、早速ちょっと聞いてみましょう。まずは M サウンドファクトリープレイヤーっていう VST 上で動くモナスタリーグランド 3.7GB くらいの容量があるやつ。まあ、なんていうか微妙にチューニングされきってないようなところが生っぽいっていうか、まあ部屋なのか何なのか、かなり響きを含んだ音がしますよね。まあこれ鍵盤ごとにちゃんと波形も違ったし、音を伸ばしてもずっと響きに変化がある。これはいいんですよ。しかもマイクも3種類あって、このマイクの音をミックスして音が変えられる。これはすごくいいんですよ。素晴らしい。ただ、音の強弱がほとんどつかないですね。音量が変わるだけで音質が全く変わらない。だからこれポップスとかロックとか全く強弱つけずにバッキングする、そういう用途にはいいかもしれません。っていうか無料でこれはものすごいありがたいって言ってもいいと思うんですけれども、ただいわゆる楽器としての電子ピアノ、演奏を楽しむものとしては物足りないかもしれません。なんかずっと弾いてるとバグる。このバグは致命的かもしれないですね。どんどん行きましょう。次、サウンドフォント 4U のエッセンシャルキーズ。これを使うにはまず
これなんて読むんだ ?Plug Sforzando。Plug Sforzando。イタリア語という VST プラグインを立ち上げて、このウィンドウ上にダウンロードしたエッセンシャルキーズのサウンドフォント、拡張子 SFZ っていうファイルをこのウィンドウ上にドラッグすると、こんな風に音が読み込まれて、音が鳴るようになります。これ全体で 1GB ぐらいですね。ピアノの音も何種類も入って、1種類あたりの容量は大した容量ではないんですけれども、実際3つのグランドピアノのサンプルが入っていて、250MB くらいのが2つと、160MB くらいのが1つ。これはコルグ D1 とかと同じように3つの鍵盤に1個ずつしか録音されてないんですけれども、まあ、音の強さは5段階。コルグ D1 よりもちょっとだけあって、伸ばした時の響きの変化も、かなり長い間録音されてます。だから強弱の表現なんかもある程度つけることができるし、まあゆったりした曲を弾いても電子ピアノっぽい響きにはならない。無料でこれは素晴らしいですよね。まあさっきの 3.7GB とかの後だと 250MB かっていう感じではあるとは思うんですけれども、まあ20年前とかから DTM やられてたとか、シンセ使われてたっていう方は、この一つの音に 250MB っていう、これがいかにリッチかわかりますよね。まああまり昔話してもあれですけれども、1000種類とかの音色が入って全部で波形 16MB とかの機材が10万円以上するとか昔はザラにあったわけですよ。でも一方でこれ最初に出るピアノの音はちょっと物足りないっていうか、ちょっとフォルテの音がそこまでフォルテじゃなかったり、なんか音の周波数バランスも偏ってますよね。まあ音によってどっかの帯域が引っ込んだり出たりしてるので、簡単に補正できそうにもない。なんか部屋の変な響きが入っちゃってるんですかね。でもいろいろ聞いた無料の音源の中ではすごくいいし、かなり丁寧に作り込まれてるのを感じます。このコルグ D1 の内蔵の音と比べると音質的にはちょっと劣るかもしれない。容量的にはこのサウンドフォントの方が大きいぐらいなんですけれども、アナログな部分の音質がコルグ D1 の音の方がいい。そこはやっぱりコルグ D1 はプロというか、メーカーの作った音源が入ってるわけですよね。とはいえ20年前のエントリーモデルの電子ピアノを使ってる方だったりしたら、これでも十分ある側面で音質が上がったって感じる可能性あると思います。でこのサウンドフォント、最初の音以外にもいろんな音が入ってます。まずはラージコンサントグランド、まあ、ちょっと明るくて響きの多い感じの音ですよね。まあ、個人的にはさっきの音はすっきりしすぎだったんで、これぐらいの方が好みかもしれません。まあ、これだったらコルグ D1 の音のバリエーションとしてたまにこの音に切り替えて弾いてみたいなって思います。もう一つ、なんかちょっとちょっと音をメロにしたり明るくしたりっていう音は置いておくと、アップライトピアノありますね。アップライトピアノの音ってグランドピアノの音とは全然違うので、これはあったらあったで嬉しい。あ、なんかこの音を最初インストールした時は弾くたびにブツブツ音がして、なんか波形の頭に余計な音が鳴ってる感じでした。このサウンドフォントの拡張子 SFZ っていうファイルはテキストファイルになってまして、普通にテキストエディタで編集できるんですけれども、アリア、コンバーティット、SF2、エッセンシャルキーズ、スポルサウンド、VQ6 の SF2 っていうフォルダで作られるグループのところに AMPEG アンスコアタックイコール 0.0002 って書いて保存すると、このノイズを消せます。これが 0.2 ミリセックかけてフェードインしろっていう意味で、
まあ、今まで最初の一瞬ブツって言ってたところが 0.2 ミリセックというすごい短い時間ですけれども、ゆっくり音量が大きくなるので、そのブツが聞こえなくなるわけですね。まあアップライトピアノいらないっていう方はこんなめんどくさいことしなくて大丈夫です。あとシャトーグランド、なんかさらに明るくて響く感じですね。まあ、どれもともかく音の響きは長く録音されているので、まあ、前回の動画で解説したようなそのまま録音されている範囲の長い音、この音がずっと伸びる電子ピアノの音に慣れてない方だったり、音をずっと伸ばすような曲をよく弾かれる方は結構楽しめるんじゃないかと思います。そして最後に、結局これが今回一番良かったんじゃないかと思うんですけれども、IB オーディオっていうところの配布しているピアノイン162、このサウンドフォントを紹介していきたいと思います。これ容量 4.6GB っていうことで、今回紹介する中では一番大きいです。頑張ってダウンロードしていきましょう。で、これはですね、後で詳しく解説しますけれども、頑張って編集とかしないと演奏に使える音にはならないんですけれども、まあ、とりあえず先に編集の終わった後の最終的な音を聞いていただきたいと思います。まあ、正直ちょっと調律されきってないっていうか、メンテナンスされてないピアノの音がします。ちょっとなんか飲みながら弾きたい感じですね。飲みます。ただですよ、まあ、はっきり言って前回までの動画でも紹介してきた私が買ったこのアイボリー2アメリカンコンサート D は、まあ、よく言えば CD みたいな音なんですけれども、まあ、ちゃんとチューニングされすぎてるのが逆に普段弾くような本物のピアノっぽくなく感じることがあるんですよね。何をもって本物のピアノっぽく感じるか、音だけ聞いて電子ピアノの音とアコースティックピアノの音を聞き分けようってした時に、一番わかりやすいのはあからさまなチューニングのズレというか、それによる響きの大きさ、これがあるかどうかなんですよ。ほぼ全部の電子ピアノにはこれがない。これほんと全ての電子ピアノメーカーはそれっぽくチューニングをずらす機能か、ちょっといい感じでずれた音も入れるべきだと思うんですけども、これはホンキートンクピアノの音まで行っちゃうと行き過ぎなんですよ。それがあればいいかっていうと、そういうものではない。まあ贅沢な話なんですけども、そういうこともあって、たまにこのピアノイン162の音を弾きたくなります。なんかちょっと普段誰も弾かない友達の家にあるピアノを弾いた時とかの、ああ、こんな感じ、みたいな。さすがにそこまで調律されてない音ではないんですけれども、なんか住宅街歩いてたら子供が弾いてんのか、ゆっくりした。みたいなのが、聞こえてくるみたいな音。ちゃんと調律されてるんですけども、普通の家庭にあるピアノみたいなちょうどいいズレがあります。で、全部の鍵盤の音がちゃんと独立して録音されていて、音が消えるまでずっと繰り返して録音されてるのはアイボリー2と同じですね。さらにラウンドロビン、同じ強さで同じ音が2種類録音してあって、弾くたびにランダムにどっちかの音が鳴る。で、さらにダンパーペダルを踏んでる時の音と踏んでない時の音が分けて録音してあるっていうこだわりっぷりです。これは無料のサウンドフォントとしてはすごいですよね。で、音の強さは5段階で、これはアイボリー2と比べると4分の1で、あと同じ強さでずっと弾いてるつもりでもなんか急に強くなったり弱くなったりしてガタガタなんですけれども、でもアイボリー2と聞き比べてどっちが生っぽいですかって言った時に、こっちの方が生っぽいですっていう方が一
定数いそうな音なんですよね。ただですよ、これ先ほどのアップライトピアノとかもそうだったんですけれど、まずこの音源も最初弾いた時はすごい違和感があって、どういう違和感かっていうと、まず鍵盤を押した瞬間に鳴ってくれる音と、鍵盤を押してからちょっと遅れて鳴る音があって、なんか音が出るタイミングが鍵盤によって全然違うので、すごい気持ち悪かった。さらに時々鍵盤を押しても音が出ないこともあって、まあこういうことがあるのが無料の音源ですよ。でも無料なんでね、文句言ってはいけない、なんとかしていきましょう。ということで、ちょっとダウンロードしたファイルに入っているフラッグファイルとか波形編集ソフトで見てみたんですけども、こんな感じで波形の手前に空白が入ってるんですよね。しかもこの空白が波形によってなかったり、何十ミリセックもあったりしてバラバラで、このサウンドフォントは鍵盤を押した瞬間にこの波形をただ頭から再生するだけなので、そりゃタイミングずれるよなっていう話でした。まあ、解決策としては一個一個波形編集ソフトでこれを削除していってもいいんですけれども、まあ、私は簡単な Python プログラムで、まあ、一定以上の音量になる手前のゼロクロスまでの空白を削除するようにしてみました。まあ、動画のコメント欄に入りきったらコードも貼っておきたいと思いますけれども、まあ、使い方はパソコンに Python と、あとヘッダーにあるような Python のライブラリをインストールして、あとはこちら Python Fix Piano in 162.py で I オプションで Piano in 162のサンプルズフォルダってやって実行するだけです。そうすると波形の頭の空白を取り除いてくれます。これ元のファイルを上書きしますのでご注意ください。でこれでとりあえず弾いたタイミングでちゃんと音が出てくれるようになると。でもう一つ、たまに音が鳴らない問題、また SFZ ファイルを開いていきましょう。このファイルの中にハイランドイコール 0.5 って書かれた行と、ローランドイコール 0.501 って書かれた行があるんですけれども、これ鍵盤を押すために 0.0 から 1.0 の乱数を振って、ハイランドが書かれている音は乱数が 0.5 以下の時に音を出す。で、ローランドが書かれているやつは乱数が 0.501 以上の時に音を出すっていう、まあラウンドロビンを実現するために書かれているんですけれども、まあ勘のいい人はもうお気づきだと思うんですけれども、0.5005 みたいな乱数が出た時は音が出ません。だから 0.500 から 0.501 の範囲の 0.1% の確率で音が出ません。ということで、直す方法は超簡単です。ローランドイコール 0.501 って書かれた行を全部 0.500 に置換して保存してください。これでとりあえずちゃんと音が鳴るようになります。ここまでやればもう無料のピアノ音源としては十二分に楽しめると思います。まあ、何を言えば微妙にこの弾いた強さと実際に出てくる音のマッチングが問題になることもある。まあ、売られてる電子ピアノは最初からこの辺のマッチングがしっかり取られてるんですよね。これまたパソコンと電子ピアノ音源を組み合わせる場合の弱点でもあります。ただ今回チラチラやってきたようにサウンドフォントは実は自分で編集できるんですよ。どれくらいの速さで鍵盤を押した時にどれくらいの音量でどの波形を再生するかっていうのは全部編集できるので、まあ、例えば先ほどのピアノ162だったら、ローレベルイコールいくつ、ハイレベルイコールいくつとかって書かれている値、まあ、鍵盤を押した速さ、ベロシティが0から127の値でパソコンに入ってきますので、ある波形を鳴らす最小値と最大値、これをテキストエディターなんかで一括置換すれば、もうちょっと強く弾くまでポルテの音は鳴らさないでほしいとか、まあ、そういう調整をすること自体はできます。ストレッチチューニングになってないっていうのも頑張れば直せると思います。まあ、ただはっきり言って面倒なので私はもうこれでいいです。まあ、ちょっと頑張れば元のフラッグファイルから音程と音量を計算して、そこから自動で先ほどのサウンドフォントのファイルを起こすとかすれば、もっと綺麗な音にすることはできると思うんですけどもね。あと細かい話ですけれども、もし古い電子ピアノにオーディオ入力がついている場合は、電子ピアノの設定で電子ピアノの内蔵の音は出さずに MIDI 信号、演奏情報だけをパソコンに送信する設定、これができる機種が結構あります。例えばこのコログ D1 なんかもファンクションボタンを3秒間長押しして、でそれからピアノ2ボタンを押して、でこのプラスマイナスボタンで内蔵ピアノの音を鳴らすかどうかの設定をすることができます。でここで鳴らさない設定にしておいて、パソコンの電子ピアノ音源から出た音を電子ピアノの音声入力に入れて音を鳴らすと、まあ、パソコンから出る音にアップグレードしつつ元の電子ピアノのスピーカーから音を出すっていうことができるようになります。というわけで、パソコンとつないで無料の音源とかソフトをインストールするとかしてちょっと頑張れば、ほとんどお金をかけずに古い電子ピアノとかエントリーモデルの電子ピアノの音を容量だけはギガバイトクラスにアップグレードできるっていうことがお分かりいただけたかと思います。まあ、電子ピアノにこれ以上お金かけたくないけど休みの日の時間だけはあるっていう方いらっしゃいましたら、1日ピアノの練習に時間を割く代わりにこの環境構築に時間を割いても、音が良くなって弾くのが楽しくなって、その後の上達速度が上がって元が取れるかもしれません。それではまた別の動画でお会いしましょう。フリーベイがお届けしました。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。